創業から60年を経た株式会社ニュージェックは、現在自然災害に対する国土強靭化策、カーボンニュートラルの早期実現、社会インフラのための情報通信技術の導入など、多岐にわたる分野で事業を展開している。そして今力を入れている取り組みの一つが、浸水対策っていうのは非常に重要になってきてまして、はい、防災教育をですね、子どもを対象にやっております。街に雨が降ったらどうなるかを見てもらいます。はい、より身近な街の状況を実際に再現することでですね、災害の怖さ、そういったものが実体験できるですね、シミュレーションモデルを我々開発した。だんだんこれ遅くなりますね、進行が。そうなんです。水の抵抗があるってことですか。そうです。そこまでリアルに再現されてるんですね。さらにニュージェックの未来を担う若手社員にもインタビューを敢行。特に持続可能なようにですね、今あるインフラ設備もですね、きっちり維持管理していきながら、かつての人たちが作っていただいた非常に素晴らしいインフラをですね、大事に維持しながら日本の経済発展に貢献していきたい、不撓不屈の精神で頑張っていきたいというふうに思っております。クロニョンスピリッツで安全安心を届けたい。ニュージェックが掲げる使命、自然と人を技術で結び持続可能で快適な未来を作るとは。賢者の選択、フュージョン。賢者の選択フュージョン、ナビゲーターの金瀬誠一です。芦田美穂です。改めて本日のゲストをご紹介します。前回に引き続き、株式会社ニュージェック代表取締役社長、山林義弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。前回は建設コンサルティング事業の中心にお話を伺ったわけですけども、建設コンサルタントというのはいかに広い分野をねカバーしているのかっていうのはよく分かったんですけども、それ以外にも取り組んでいらっしゃることってあるわけですよね。そうですね、浸水対策っていうのは非常に重要になってきてまして、はい、ハザードマップですね、ハザードマップ等々で災害を見える化するような努力っていうのは自治体の方で非常にやられております。我々もまたそういったことに、微力ながらですね、少しご支援をしたいなという思いで、防災教育をですね、子どもを対象にやっております。私は今兵庫県伊丹市に来ています。ニュージェックが行っている出前事業とはどのようなものなのか、早速伺ってみたいと思います。こちらは兵庫県伊丹市にある伊丹市立上津小学校。小学校の出前事業とは具体的にどのような講座なんでしょうか。建設コンサルタントとして普段から防災の分野に携わっているわけですけれども、そのノウハウを生かしてですね、子どもたちを特に対象としました防災教育というものを行っております。講座を行う上でどのような点に気をつけていらっしゃいますか。特に子どもたちを相手にしておりますので、子どもたちに分かりやすいように工夫するというところに努力しております。ニュージェックが行う出前授業では、クイズや模型を使って子どもたちに楽しく学んでもらうようにしているという。実際に災害が発生した時の行動において気をつけるポイントや、普段から災害に対してどのような備えをしておけばよいかなど、地域のハザードマップを使いながらクイズ形式で学べるという。実際に水を使用して河川の氾濫の様子や、下水処理が追いつかずマンホールから溢れ出す様子、また防波堤が決壊して水が押し寄せる様子を再現することで、目で見て災害の恐ろしさを体験することができるという。講座を受けた子どもたちはどう思っているのか話を聞いた。今日防災のお勉強してみてどうですか。自分の知らないこともあったから、いろんなことが知れてよかったなって思いました。ここの上津小学校は高くて安全だなって思ったけど、自分が思ってたよりも水は危険性を持ってるんだなって思いました。今日防災のお勉強してみていかがでしたか。水は
つもみんなが使ってて危なくないなって思ってたけど、今さっきこれを見て水はそれだけ危ないなと思ったから、川で遊んだり家族で行くときは十分気をつけるようにしようかなと思って。伊丹市ではこうした授業外学習を土曜学習として市内全小中学校で実施している。講座を終えてみていかがですか？子どもたちのコメントを聞いてましても楽しいっていう声が結構多かったので、楽しく学んでいただけたかなというふうに考えております。これが一番重要なことかなと思ってるんですけれども、今日体験いただいたことを、家に持ち帰ってですね、ご家族といろいろお話ししていただいて、防災について普段から備えておいていただくと、意識を持っていただくということが大切かなと考えております。今後の展開はどのようにお考えですか？近年気候変動の影響で豪雨災害とか土砂災害が大きくなっております。そんな中でですね、この活動を続けることによって災害が起きた時の人々の命を少しでも守ることができればなというふうに考えております。やっぱり双方にね、僕気づきがあるっていうのがいいと思うね。兵庫は特に阪神・淡路震災のね被災地でもあるから、そこで子どもたちがやっぱりあれを見て、あ、こんなになるんだって気づきがあるのと、教えてる方が、あ、こういうことで伝えていけばいいんだっていうのがなんか伝わってくる感じでしたね。そうですね、ただこの防災教育もね、これ継続することがとても僕は大事だと思いますし、それからやっぱり大抵の人はね、この震災っていうのを体験してない方の方がやっぱり多いと思うんですね。そんな中でじゃあこれをどうやって続けていくのかって、このあたりはどうなんでしょうね。そうですね、先ほどのがミニチュアでああやってやることで、子どもたちの気づきっていうものを喚起することができると思うんですけれども、より身近な町の状況を実際に再現することでですね、災害の怖さ、それといかに避難をすることが大事か、そういったものが実体験できるですね、河川氾濫時のシミュレーションモデルを我々開発したんです。あ、そうなんですか。はい。ニュージェックが開発したゲーム型河川氾濫体験サービスオソレルは、表現力の高いゲームエンジン上で開発することでリアリティあふれる水害体験を実現している。皆さんが住んでらっしゃる町を実際に再現してですね、そちらが浸水した時にどうやって逃げるかっていうものをシミュレーションできるようにしたものです。これは実際にある町をデータを取った映像なんですが、まずゲームの前にここが浸水するとどうなるかっていうのをお見せします。うわ、こういった形で水が上がっていくんですね。これは実際に一番近くの河川で堤防が破堤した場合、水位の上がり方を再現しております。ゲーム開始前にプレイヤーの身長を入力。そうすることで実際の目線と同じ位置でプレイすることができるという。それでは監視さん、ぜひお試しいただければと思います。そうですか、緊張してきた、これでこっちを向けばいいんだね。そうですね、それでずっと、あ、道を外れてます。あ、道を外れてる前へ真っ直ぐ進んでいく。お、いい感じです。少し道路に戻っていただいて、ここで右に向いて、これまだ道真っ直ぐでいいんですよね。真っ直ぐ、真っ直ぐです。もうちょい真っ直ぐです。下を見て走って、うわ、思わず下の水を見てしまう。見ちゃいますね、うん、うわ、時間がない。もう 0.3 メートルまで上がってきてますもん。脅かさないで。はい、黄色いところがゴールです。あとちょっと。あ、ちょっと見えてきた。お、見えてきた。ゴールが見えると。頑張れ頑張れ頑張るぞ。頑張れ。もうちょいだ、もうちょいだ。黄色が見えてきた。これをもうちょっとですね。下手すると行き過ぎるんですね、これよし、このまま真っ直ぐで。聖地頑張れこのまま行って、もうちょっと行って、
あ、だんだんこれ遅くなりますね、進行が。そうなんです、膝を超えると水の抵抗があるってことですか。そうです、そこまでリアルに再現されて。患者さん早く行きましょう。早くって言われてもこれ右左こっちですね、はい、こっちへ。あー、よかった、ゴールできて。水深は65センチまで行きました、ね、もう65センチと本当歩けないですよね、はい、そうですね、非常に難しくなってきますね、それとあの水深が上がってきますと、道路の今まであったものが全く見えなくなってきますので、どっちの方向に向かっていいかっていうのも実際難しくなる、やっぱりなんか慌てちゃう。そうですね、今日はあの画像精度を若干落としてますので、こういった形になりますけれども、この精度を上げますと、もう身近な街で水深が上がってきた時にどうなるかっていうのをよりリアルな感じで経験できる。小学生の方にチャレンジしていただいたことがあるんですけれども、彼らは非常に早いです。めちゃくちゃうまいでしょ。めちゃくちゃうまいですね、なんとか生還できてほっとしてますけども、映像は非常にリアルですよね。そうですね、あれはこうどういうふうに再現なさってるんですか。そうですね、周辺構造物を3次元の点の集合体で見せるっていう形にしてるんですけれども、これがあのレーザーを飛ばしながらですね、街の構造物の形を撮ってるんですが、あの3次元レーダースキャンと言われているものです、はい、360度方向にレーザーを飛ばしながら、その反射してくる時間を計測して、まあ、どういった構造物、まあ、凹凸まで、正確に撮れるんですが、そういったあの計測をしております。これをあのパソコンに落としてですね、浸水の画像と合わせるということをやっております。まあ、非常に、ね、コンパクトな機械という感じですけども、その他にはどういうデータ利用なさってるんですか。はい、あの浸水の部分につきましては、国交省があの浸水ナビというデータを公開しておりますので、そちらの堤防が破堤した場合、どういった感じで水深が上がってくるか、そのデータをそのまま活用しております。従いまして比較的非常に危険な状況を先ほどは再現したということになります、非常に我が町の浸水状況が分かりますので、はい、自治体での、まあ、教育訓練とかに使っていただいたりとかですね、いわゆるあの BCP、はい、あの事業継続を、各企業で考えていらっしゃると思うんですけれども、工場とかがどういうふうに浸水していくか、そういったものの参考になればというふうには思っております、やっぱりビジネスコンティニュエーションというのは本当に経営している中ではね、大事なことですからね。そうですね、あれを見ることによって本当にどういった災害が起きるのかっていうのを実感していただけるというふうに思っております、まあ、ここまであの非常に技術の進歩が素晴らしいっていうところを拝見したんですけども、まあ、事業全体を見たときには、この事業をどうやって継続していくのかっていうことは一つありますし、それはそういう意味では人材の育成、はい、このあたりというのはどうなさってるんですか。そうですね、高い土木とか建築の技術に加えてですね、ICT とか AI とかそういった別の要素も勉強していく必要がありますので、まあ、とても一人だけではカバーしきれないような時代になってきています。で、若い方にそういったまずは高い技術と、あとはあの他の分野と協業できるような形で、もう新入社員の段階から1年間程度かけてですね、そういったものを集中的に、現在勉強させてですね、かつあの現場での OJT も加えて、はい、早い段階で、まあ、自立した人材、そういったものを教育することに、まあ、注力しております、はい、今おっしゃったその自立っていうのはね、とっても大事なキーワードですね。そうですね、あの多様性、自立、あと国際化、はい、まあ、いろんな場で独立して、まあ、独自にものを考えるっていうようなことが重要な時代になってきましたので、まあ、そういったものの成長の、まあ、支援を会社がしていく、はい、ということに注力しております。なるほど。今後を担う若手社員にはどのようなことを期待されますか。そうですね、多様な技術や協業といったことに加えまして、さらにあの国際的に活躍することが必要になってくると思うんですね。2050年にはカーボンニュートラルっていうのが日本だけではなくて世界の目標になってきてますので、世界で、再生可能エネルギーの事業を、まあ、推進できるような人材、そういったものを育てたいと思っておりまして、若い方を中心にですね、1年間程度、まあ、現在、海外で行ってます事業に駐在させてですね、語学に加えて、外国の方といかにコラボレーションできるかと、そういった教育も行っております。それすごく大事ですね、これからね、特に。そうですね、そういった中で堂々とかつ自立した人材になっていってほしいというふうに
思っております。会社の取り組みや若手社員への期待について、実際に働いている社員はどう思っているのか話を聞いた。私は建設コンサルタントの事業者のサポートを行うっていう仕事が自分の性格に向いてるかなって思ったことと、あとは出身校の先輩にニュージェックはすごく風通しがいい会社だ、雰囲気もいいというふうに聞いていたので、それも入社するきっかけとなりました。私は大学の時にもともと土木系を専攻していたんですけれど、ものづくりができるような仕事をしたいと思って、まず建設コンサルタント業界を希望して、結構技術力が高いっていうのを聞いていたので、ニュージェックを志望しました。趣味の自転車旅を通じてインフラの大切さを実感して、自分でも安全で安心快適な地域を支えられるような構造物を設計したいと思って建設コンサルタントの道に進みました。ニュージェックのいいところは、若手が活躍する機会をたくさん与えてくれるとこだなと思っていて、業務においてはこう積極的にたくさんの分野に関わるようにとか、大きな仕事をさせてもらえるということがいいところだなと思います。いい意味で充実した仕事量とかがあるので、もう少しゆとりを持った働き方はこれからの課題だなというふうに思います。大阪に本社があるっていうのも業界の中では少ないので、大阪でしかできないこととかもいろいろやっていたりして、そういうものも間近で見れるのもすごいいいところかなと思います。最近 DX とかもすごい導入されてきているので、そういうのをどん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 やっていかないと、今はちょっとやっぱりまだその業務量とかが多くて大変な部分があるのかなと感じています。自由で風通しのいい風潮があって、なんか自分でやりたいなって思うことがあればすぐに仲間とか先輩に相談して実現できる雰囲気があります。自由な風潮の裏返しなんですけど、結構皆さん個人で好きなように仕事をされていたり、ルールが厳格でないところがあるので、大きなプロジェクトとかになるとちょっと統一性がない時もあるかなって感じます。あと10年くらいしたら、今活躍している50代の技術者っていうのは皆さんいなくなってしまうので、若手がちゃんと技術力をつけて会社を支えていけるようにしないといけないなと思うので、若手の指導っていうよりかはこう一緒に成長していきたいなと思います。技術力を高めていくっていうことがもうまず一番大事、若手が。それに加えて、DX みたいな新しい取り組みに取り組んでいくのは、やっぱり若手がどんどん実践していって会社に貢献していきたいなと思っております。ワーク&インテグレーションを促進させたいなって思っています。特にこれを男性にしてほしいなって思っていて、結構女性は私生活大事にしたり子育て頑張りたいと思うんですけど、それは男性が休んでくれないと夫婦としてアンバランスになってしまうので、もう全員がワーク&インテグレーションを常に高い意識で持っていってほしいなって思います。最後に、会社に対してこうしてほしいな、こうなったらいいなと思っていることを聞いた。これからも若手技術者としてしっかり頑張っていきたいと思っているので、もっとこう楽しく働けるような雰囲気作りを一緒にやっていただけたらなと思います。今必死に若手の技術者も勉強しているところなんですけれど、技術の継承みたいなのをもうちょっと体系的に工夫していただくと、すごい私たちも勉強しやすいかなと考えております。これからは後輩もたくさんできてくると思うんですけど、みんなで楽しく仕事ができるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今後はどのような人に入社してほしいとお考えですか？これまで見てきましたように、非常に多くの分野の学問を扱っていく必要がありますので、そういったいろんな方々と競争して自立できる、そういった人材に積極的に会社の門を叩いていただきたいなというふうに思っております。これからの時代っていうのは、その専門分野だけじゃなくて、幅広いその知識っていうのかな、ノウハウとか発想力って必要だと思うので、いわゆる人間力そうですね、みたいなものが大事でしょうね。そうですね、はい、昨今建設コンサルタント業界の方にもですね、
女性の方も非常に来ていただくようになりまして、うん、入社する半分近くが実は女性でしてですね、そうですか。先ほど見ていただきましたように発想も豊かなんですね、うん、なんか目的意識が非常にちゃんと持ってるなっていうそうですね、彼らが、まあ、あの競争いわゆる共に作っていくことで、うん、非常に明るい会社、うん、まあ、未来が見れる社会ができていくんじゃないかなというふうに思っております、うん、あと仕事だけではなくて、ワークライフバランスですね、うん、ありましたね、さっき、はい、先ほどインテグレーションって言ってましたけれども、そういったことを大事に考える、うん、若い方って男性も女性もですね、あの仕事も人生もまあ充実させたいっていう、うん、そういった感じですので、会社としてもそれをサポートできるようなシステムっていうのを、まあ積極的に導入していきたいっていうふうに考えております、うん、はい、その辺はやっぱり経営のね、社長としてのお仕事っていうところにもなってきますよね。そうですね、もう頭硬いんですけれどもなんとかですね、いろんな世代の考えを、あの汲み取れるように、まあ、頑張っていきたいっていうふうに思っております。今後の展開はどのようにお考えですか？そうですね、公共インフラ業界の今一番大事なところっていうのが防災減災国土強靭化なんですね。で、そちらの方にまずは我々の技術力を高めてですね、国や自治体のやってらっしゃるそういった国土強靭化に微力ながらでも、貢献していきたいというふうに思っております。それとカーボンニュートラル社会ですね、これはもう日本だけではなくて世界的に達成していく必要があるんですが、もともとクロヨンから発生した会社ですので、まあ、水力はもとより、うん、あの再生可能エネルギーの世界的な展開といったものに、うん、まあ、支援していきたいというふうに考えております、うん、はい、僕はまたねクロヨンというお話が出てね、やっぱあの頃の DNA はなくさないままこう頑張っていくっていうエネルギーをぜひ、ね、持ち続けていただきたいと思いますし、はい、あのミッションのところを見ると自然と人を技術で結ぶというのが一つ、それからやっぱ持続可能な快適な未来を作っていくっていう、このあたりは非常にしっかりと固めていかれるという感じしますね。そうですね、はい、あのクロヨンスピリッツでそこはあの不撓不屈の精神で頑張っていきたいと思います。特に持続可能なようにですね、はい、今あるインフラ設備もですねきっちり維持管理していきながら、かつての人たちが作っていただいた非常に素晴らしいインフラをですね、大事に維持しながら日本の経済発展に貢献していきたいというふうに思っております。今日は本当にいいお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。